おはようございます。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。さて、本日のおすすめのランチメニューを教えてください。今日はですね、リージェントホテル2階鎌倉よりですね、ランチで和食をメインにしたメニューを2点紹介いたします。はい、お願いします。まず1品はですね、鶏の唐揚げセットです。和食と、プラスデザートプレート付きということで、鶏の唐揚げセットには鶏の唐揚げ、ご飯、サラダ、お吸い物、お漬物等をお付けいたしております。これにですね、日替わりデザートプレートをお付けいたしまして、消費税を合わせまして1030円で営業いたしております。はい、わかりました。和食とデザートプレートのマッチングですけど、お食事の後にでも、デザートプレートは大変、マッチングしているメニューだと思っております。なるほど。ランチだけでもお腹いっぱいだけれども、やっぱりデザートプレートというのは別腹ですよね。そうですね、別腹ですね。どういったメニューなんですか、デザートプレートは。日替わりということだったんですか。デザートプレートですね、手作りのシフォンケーキに、リンゴ、そして当ホテルオリジナルの鎌倉わらび餅を、つけております。そしてですね、アイスクリームを乗せたデザートプレートになっております。もうそのデザートプレートだけでお腹いっぱいになりそうですね。そうですね、もう、別腹ですね。あ、そうですね、豪華な一品となっておりますが、そしてランチメニュー、和食でもう一品ありますか。こちらの天丼セットなんですけど、天丼にですね、お吸い物と小鉢、お漬物をお付けしまして、これにもデザートプレートがつきます。こちらのお値段なんですけど、若干お高くなっておりまして、消費税合わせまして1250円で営業いたしております。わかりました。ちょっと贅沢なランチを楽しみたいときにはもってこいですね。そうですね、はい、わかりました。こちら両方ともですね、ドリンクもついておりますので、ドリンクもコーヒー、紅茶とかオレンジジュースとか選ぶようになっております。町屋カフェ鎌倉の営業時間を教えてください。営業時間はですね、朝食が朝6時半から10時までとなっております。ランチがですね、11時から、午後2時までになっております。2時から6時まで、2時からずっとですけど、2時から6時までがカフェタイムですね、デザートタイムになっております。で、夕食は午後6時から9時オーダーストップの、9時半まで営業いたしております。わかりました。あと、お店から何かお知らせはありますか。ですね、今、歓送迎会のシーズンだと思いますけれども、当店も歓送迎会プランを、営業いたしておりまして、4500円、5000円とか飲み放題のプランもありますので、ぜひお問い合わせいただきたいと思っております。わかりました。ではご連絡先を教えてください。ホテルでも鎌倉でも直接お電話あるんですけど、0895-23-0808 になっております。23-0808ですね。はい、はい、わかりました。今日はですね、和食のランチメニュー2食プラスデザートプレート、そして歓送迎会のお知らせについて、宇和島リージェントホテル支配人松下さんにお話を伺いました。松下さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。